だから5000円ぐらい使ったの。ちょっとそんな使った自覚なく使っちゃう、やばいですね。開かないよ、開かないよ。でもまさかちいかわが当たって、これももが当たったんだけどね、きょんちゃんにあげた。そういえばきょんちゃんからちいかわグッズもらったんですよね。それも紹介できたらしようかな。前髪は上げないの。前髪も上げないんです。なんかさ、後ろに同化しちゃわないこれ。てか前髪が長い。そう、これガチャガチャで出ました。チームちいかわ行くぞ。それ目と鼻合わせてつける、あ、アイマスク、確かにそれとしても使える。でもちいかわはね、アイマスクガチャガチャでも他の普通のランダムじゃない商品でも出てるんですよね。ぜひそちらも皆さん使ってみてください。これは頑張れダンボールワッチはガチャみたいなやつ。私のネイルがよれてるからつどつど気にしながら、この前も塗ってたよね。あれが剥げてきたからもう一新しようと思って違うネイルちょっと塗ったんですけど、同じまたピンクのキラキラですね。違うやつなんだけどね、一応。そう、これのじゃじゃん、じゃん、めちゃめちゃ可愛いよ。今日も大谷さんに乗せて飾っておきたいと思います。これもちいかわの T シャツなんですよね。そう、かわいいっしょ。これ時計になってるんですよ。時間設定してないけどまだ。よし、開かない。で次はうさぎさん、可愛いんだよねデザインが。これね2回目なんだよね引いたの。かぶり、あ、前回違う時引いたらね来たのでかぶりなんですけど、待って、ちょっと待って、きょんちゃんにさ、これの桃が出たからいるって聞こうとしたら聞いたんだけど、もう持ってること発覚したからあげれないねと思ったんだけどさ、きょんちゃんうさぎさんも好きだよね。うさぎさんはどうだっけ、きょんちゃん持ってそう。あ、待って、うさぎきょんちゃんにあげられるな。きょんちゃんにこれ聞いてみよう。今聞くね。いや、LINE を送っておきました。で、それと、そう、モンガちゃん出たんです。プロモーションじゃないからね、これ別に。ただの私の趣味だから、これちいかわオタク。きょんちゃんからさ、ちょっとかぶったものとか、ちいかわのものとかなんかもらったんだよね、グッズを。それも譲り受けたやつもちょっと紹介しようかなって思う。あら、こう、え、なんか幅でかくない、一人だけ横幅。かわいい、ももがちゃん。これね、頑張れダンボールウォッチっていうやつで、ちいかは労働してるので、うさぎもなんか頑張って絵描いてるの。ももがだけご飯食べてんの。ご飯食べてるの。頑張ってます、これ。ももが、ちょっと許せないね。
まあでもそんな感じでこの子たちでした。写真撮ってほしいけど大谷さんがちょっと邪魔だな。どうぞ見せたいね。ちいかは待って、大谷さん映り込んじゃってる。ずっとって感じでこの子たちはね一旦置いていこうと思います。置いておこうと思います。そして次の開封に参りたいと思う。これ袋に戻しておこうか。袋じゃない、カプセルです。カプセルそのまま持ち帰ってきちゃったのでね、置いてくればよかった。カプセル回収するのって今あるじゃないですか、よくよくあるじゃん。そこに置いてくればよかった。ロボットのチーコは出て嬉しい。花火上がってたのちょうど。ありがとうございますねお祝いの花火なんでかぶってもまあ仕方ないと思ってください。皆さんこれを覚えていますでしょうか。私がこの前チーカー3つをちょっと今手元にないんですけど、チーカー3つを引き当てたこのソフビーパペットマスコット、こちらまた3つ買ってきました。かぶり出ないかつなんか月キャラとか出たら嬉しいなって感じなんですけど、全部可愛いからちょっとこれ開けていこうと思います。私がねこの前引いたのがいつでしたっけ、数日前だよね。全然近いよね、引きすぎなんだよね、引きすぎじゃない、買いすぎ。そうそう、これなんだよねこの前。あ、反射が。これこの3つ引き当てたやつ、これをちょっとコンプはできないんだよね、数買ってきてないから。なんだけど全10種あったからちょっと何のキャラ出るかなって予想しつつ開けていきたいと思います。3日前、私3日越しにこんな買ってんの、やばくない？1個550円ぐらいするんだよね。髪の毛なんか少ない少ないって言ったな、あれだな。うん、どうなってるこれ、どうなってるんだ。ちょっとちょっと自撮りさせて、今の自分の状況が気になるから。なんか本当にちいかわになっちゃった自分が、やばいなりすましちゃった、自分で見えなくてさ。今自撮りしてやっと気づきました、ちいかわになっていた。違和感なかった笑われてるんだけど、なんか本物ですか、シュールないねえ。もう口が2つ、確かに。よし開けてくぞ。ちょっと片付けつついかないとね、これどうしても大変なことになっちゃうから。ゴミ袋あればいいんだけど、ゴミ袋にできる袋はないかな。このカプセルちょっといらないかな、これね。今まとめちゃおうかな。あ、この袋にまとめておこう。皆さんね、ランダム開封した後はちゃんとお片付けしてね。よし開けるよ、せーの、じゃガラガンガラガラガランかぶりだけど可愛いから許す。待って、私チーカーしか引けないのかな、もしかして。え、かぶりだけどチーカーだから全然もう嬉しいんだけど。え、嬉しい、これは。え、待って、かぶりだけど嬉しい。え、待
って待って待って、嬉しいよこれは。ちょっと大谷さんに飾っておくねこれ。え、嬉しいこれは。ありがとう。私チーカーに好かれてるってこと？ちょっと加工ついちゃうんだよねチーカーに。え、嬉しい。保存用鑑賞用とかね。あれ、保存と鑑賞は別に両方できるか。使用、使用もできるんだよねこれ、あのお人形遊び。え、嬉しい。個体値が違う。個体値って何？ SP？ HP？ MP？ なんか、あ、ネイルがさ今日塗ったんだけどよれてっちゃう。手元の作業するから。2個目、ちょっと色味で分かっちゃうから見たくないんだよね今。せーの、じゃん。え、待って、チーカーが来すぎる。どうしよう。待って、え、どういうこと。え、うん、待って、なんでこんなチーカー出るの。え、嬉しい。可愛いからもう嬉しいんだけど、どうしよう。表情違うかな、個体差あるかな。え、待って、チーカーがいっぱい来てくれるんだけど。え、嬉しい、ありがとう。これチーカーのだけのセットだっけ。あれ取り憑かれてるって言われてる。恵まれてるんですねこれは。え、嬉しいね。いや、ちょっと違う顔も見たくなってきましたね。ちょっと違う顔も見たくなってきたから、ちょっとラスト何が出るかは、まあ何出てくるかな。何だと思う、みんな。違うキャラだとハチワレちゃん、ウサギちゃん、あとモモガちゃん、あと栗まんじゅうさんもいますね。ね、よし、いきますよ。じゃじゃん。待って、ここでかぶ。待って、なんで？待って。え？待って、でちいかわ。けどなんで？え、待って、でも嬉しい。え、待って、このチーカーは3体持ってることになっちゃうよ。表情違うのかな、ちょっと。どう、私の顔も加工が混ざっちゃう。個体差あるのこれ。ないよね。でもいや、可愛い。ちょっと違う顔に見えてくるもん。え、花火上がってる、すごい。え、すごい。え、ちょっと確率すごくない？だってさ、こう、私チーカワが出る確率がだって10分の3でしょ。3割10は、3割10やる必要なかった。 0.3 ね。 0.3 の合ってます。うん、何パーで出したいから、30%でいいか。30%かける、違う違う、めっちゃ出ちゃった。違う、10分の3、0.3 で合ってるか。 0.3×0.3×0.3×0.3×0.3 は、おお、え、そんな、あ、そうだよね。今日のと6回引いてるから6乗すればいいんだよね。これは6回引いてんの。前回も3なのね。これ同様に確からしいか。あー、どうなんだろうね。まあ、並んでるやつを買ってきてはいるけど、でも全部箱に上がって、袋に入ってるわけよ。が本当なのかなこれ。わかんないな。
うん。2.7%？ てか私6回引いてるんだよ。全部で6回引いてるから 0.3×0.3×0.3×0.3×0.3 でしょ。でこれ小数点2個ずらせばいいから 0.07% ぐらいの。こんな出るのってマジ？チーカー出すぎじゃない？チーカー出すぎじゃないか。ちょっとめちゃめちゃチーカーに恵まれてるんだけど、私サーチ行為とかしてないよ。てかできないし、これあのもうちょっとしまっちゃってるんだけどさ、厚紙みたいので包まれてるのこれ。私 0.07% ぐらいでの確率で引いてるの。チーカーしか出ないんだよね。もうなんで？ちょっとまたストーリー載せるね。あ、自分撮っちゃう。単純にキャラシアン出る確率として、あ、そうだよね。どのチーカーがって部分気にしなければそうなりますよね、やっぱり。で、ちょっとストーリー載せるね。あ、待って、ぼかし効果、ぼかし入れたいね。でもみんなのチーカーは吸い取っちゃってるかもしれない。チーカー愛し、チーカーに愛された JD。 チーカー社員サイト、なんか異名がついたな。それ何？それ何？なんとかさん、誰かさん、なんとかさんのやつだよね。ちょっと待ってね、チーカーをモザイクするから広告始まっちゃうの。橋井池崎さん、そう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 。やば、チーカーしか出ないかもしれない。チーカー運がすごいですね、これは。やばいね、チーカーに本当に愛されてるかもしれない。お菓子つけてのちょっとけど16で取っちゃったから34に変えたいね。比率43っていうのかな。四角じゃなくて、うん、なんかよくわかんない。なくていいか。うん、保存できたかな。ちょっとストーリーズに載せたいと思います。あれ保存できてない。あれ、私もう保存、あれなんで私がぼかしかけた、チーカーがぼかしかかってなかった。なんでトレードに回す？いや、私チーカーは無限回収編なのでいいんだけど。無限回収編ですよ、もちろん。ちょっとね、みんなにこんなチーカー引くんだよってことを知らしめないといけないので、世間に、世間にね。なんでこんなさ、チーカー出るの？だってマスコットキャラ、待って、1、2、3、4、5、5人、5キャラいるんだよ。なんでだろうね。なんか画面めちゃくちゃ黄色だけど、まあいっか。あれ、私がナイトモードみたいなの入ってるかな。このナイトメアモード、ナイトメアじゃないんだけど、ストーリー見に行ってください。ぜひ。ストーリーって通知来るんですか？ストーリーって通知来るの？みんなやば、時間ばっかり入れたよ。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。チーカーを収めました。あ、来るんだ通知。それじゃあ続いて
どれだ、これはこっち。あ、じゃあ次ね、ちょっと休憩ということで、ちいかわソフビフィギュア、ちょっと似てるんだけど、似てるんだけど違うシリーズのやつかな。通知切った？みんな見に行った？ちいかわはちいかわに、あ、るいは友を呼ぶみたいな、ちいかわはちいかわを呼んだう？ぶ？あ、休憩でちょっとこれ見せる。私が最近買ったマイメロちゃん、マイメロちゃんのね、こうマスコットが最近欲しいなってずっと思ってて、なんかピンとくるやつがあったら買おうって思ってて、本当はねエンジェルシリーズみたいな買いたかったんだけどなくて、これは多分私のナンバーワンシリーズかな、とあとなんかガーリーな感じ、ガーリーブラックって書いてあるとか、対象年齢6歳以上らしいです。買ったのめちゃめちゃ可愛いよね。クロミちゃんもセットで欲しかったけど、でもやっぱマイメロちゃんが一番可愛いかなと思って買ってみました。可愛いよねそしたらこれいこうかな。これね4種なんですよ。まあ我らがちいかわ、見慣れすぎたちいかわちゃんと、ハチワレちゃん、そしてうさぎちゃん、くりまんじゅう。くりまんじゅう、これ 何飲んでんのこれ。ドライ、 9% って書いてあるねこれ9% って多いよね多分。これをね開封したいと思います。どっから開けんのこれ。3歳未満のお子様には与えないでくださいって、みんなクリアしてます。あ、テープ貼ってある、全部同じ会社が。これはどこだ、キタンクラブです。これはさっきのどこ、エンスカイかな、バンダイどこかな、エンスカイでした。これはエンスカイは私がよくお世話になってるランダムの会社ですね。でガチャ系はどこなんだろう、キタンクラブ、キタンクラブのウォッチと、あ、やっぱキタンクラブでした、クラブあってキタンクラブ、ガチャガチャキタンクラブとかバンダイとかが多いと思う。クリマンジュとポムポムプリンって似てない、ちょっと色味がね。エンスカイは私がもうねお世話になってるんですよ、よくランダム、ちいかわランダムで、ちいかわがよくちいかわグッズをよく制作してる、会社名だいぶ覚えてくるんですよね、メーカー名。タタンはキタン、僕2チャイ、あー、ブラバしてください。それでは開封の、これ1個しか買ってないんですよ。どの子出るかな、ちょっとすぐ見えそうだからさ、あ、ちょっと開け方がむずいな、ちょっと見ないようにいきます。あ、なんか違う剥がれ方して、ビリビリになっちゃった。あ、これ開けたら見えそう、ちょっと怖いよ。いきますよ、せーの、じゃん、おお、ハチワレちゃんだ、あー、かわいい、ハチワレちゃんが来ました。ここに来て今日やっとちいかわちゃんじゃないやつが出たんですよ。あれ、ちいかわちゃんどこ行った、私がさっきランダムで引いたチーカーはどこ行ったかなって思ったらここにしまってました。ええ、なんかペアっぽくない、こっちのがちょっとサイズでかいんだけどさ。え、やっとチーカーちゃん以外来ました、かわいい。これは何なんだろうね、こっちさ遊べるじゃん、こうやってこっちが何なんだろう、空気穴みたいになってるけど、え、かわいいよ商品。これソフビフィギュア、ソフビって何ですか、素材の話、ソフビって素材。え、かわいいよハチワレちゃん、ほら見て、後ろもかわいい、尻尾もちゃんと生えてて、いや、かわいいね、ひらおってしてる、かわいい、なるの本当に。いや、ちょっと硬いかな、
なんか楽器になりそうだけどならないね。え、かわいい。ちょっと今日私ハチアレちゃんっぽくないなんか今思った。あ、そんなことはないか、ごめんね。ハチアレちゃん、待って、おでこめっちゃ光ってる。ハチアレちゃんのためならえんやこらって感じで前髪分けてみた。今だけね。じゃあ8割分けだから、8割分けだからこんな面白い。8割ちゃんあと5秒。割り8割ちゃんでした。やった。え、嬉しいな。ええね、めちゃめちゃ嬉しい。でも飾る場所が今こうなくて浮いてもらうしかない。でも可愛い、ありがとう。ありがとう、ちいか。ちいか、やっと仲間ができたな。孤独だったもんね、今まで。ちいかしか、あ、ここで集会させておきますね、ちょっと。ちいかわ族の集会ということで。はい。え、でも、え、ち、ち、3、8、1の、この割合めちゃくちゃいいかもしれない。なんか幼稚園みたいになってるもん。え、かわいい、これみんなには見せられない、これかわいすぎて。ちょっとごめんね、可愛くてさ、ごめん、可愛くてごめんが、あの、起きちゃった。ここで現象が、いや、もう本当に可愛い。猫の集会みたいな感じの可愛さだと思う。可愛いのかな、猫の集会って。見たことないけど、ちょっとレシートとゴミが散らかってるから片付けるね、一旦。結構おでこ広かった。え、私が、ハチワレが、私おでこ狭いんだよね、だからあげないんだけど、おでこ全然。これ何、これ、何、あ、IC カードを返信したから。出席取れた。ほぼちいか、ちいか、ちいかちゃん、いやー、ちいかちゃん、わー、ちいかちゃん、やだー、あちゃれちゃん、えって感じでしょ。ドールハウス買えば、確かにちいかちゃん住まわせたいよね。4種、今回は8割ちゃん出ました。このちいかちゃんちょっとやる気あって可愛いんだよね。うさぎはいつものふーんって顔してて、これも言葉書いてあるけど、はーですね。いいね、これは。ちょっとラストはね、全6種のうちの、まあ、かぶり考えないでいくと、まあ、4つ買ってきたので、これさ、これもうパケに引かれたんだよね。パケに引かれました、これは完全に。いや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 って言ってるでしょ、言ってるでしょ、これ、これかわいいでしょ。来たんですよ、これ。これなんとね、可愛いんだよね。6種あるんだけど、ちいかわちゃんのちょっとなんかストーリー性あったり、これ可愛いんだよね。ちいかわ8割れ、またちょっとこうなんかね、文字って書いてある、ちいかわ可愛いやつと、また遊ぼうねーの8割れと、うららーの、うららーのうさぎさんと、使ってますっていう鎧さんですね。鎧さん推しって結構ね、いるんですよね、多分。鎧さんの心優しい部分が、やっぱり、ね、皆さん惹かれるんでしょうね。じゃあ、一箱目からいきたいと思います。6種あるなら6箱買いたいとこ。ね、4つで収めちゃったんだよね。もう来ないからね。それたまごっち、それたまごっちなのよ。ネイルがどんどんよれてくけど、チーカーのためなら気にしないよね。もう鎧さん引きそう。え、鎧さん引いたらそりゃ喜ぶよ。鎧さんのグッズって意外と持ってないんだよね。お好きなキャラたくさん出てくるの嬉しいんだけど、
シーサーとか栗まんじゅうとかってあんまり持ってなくて、私そこ引いたら嬉しいんだよね。この前栗まんじゅうのなんかランダムでちっちゃいマスコットみたいのがあって、それがねちいかわ、はちゃりうさぎとか、あと誰がいたんだろう、ももんが栗まんじゅうあたりかな、見て栗まんじゅう出てくれてめちゃめちゃ嬉しかったの。鎧さんの本名鎧塚、そうなの。いきますよ、これもさっきと同じ仕組みの箱だ、ここまではまだ大丈夫。もうちょっとカブトムシはね、カブトムシっていう。あ、待って待って待って、開かない、あ、これね、オッケー、じゃがじゃん、来ますよ来ますよ来ますよ、あれ開かない、あ、こうだこうだ、いくよ、せーの、じゃん、落とし方が悪かった。うさぎさん、うさぎさんだこれ、うらららのうさぎさんじゃん、え、こういうことで、この小ささなんだねこれ。だって捕獲したみたいになっちゃった、え、かわいい、今日初うさぎさんです、ひー、やっはー、うらららつつむら、いやー、やはやは、のうさぎさんですよ、え、小さいね、びっくりした、かわいい、メンバー揃ってきたね、え、そうだね、え、待って待って、これ今気づいた、これセリフがさ、セリフもくっついてるんだこれ、え、セリフくっついてるんだ、フィギュアキーホルダー、別にこれなんかイメージのセリフが書いてあるだけかと思った、ここに、待って全然吹き出しのセリフごとついてるんだけど、これ、え、びっくりした。え、本当に言わせられるじゃんこれ、え、すごくない、え、めちゃめちゃ嬉しいですね、これは、やったね、やったね、セリフ付きだった、本当にこれはすごくない、すごいよね、うん、いやもうすごいね、これは嬉しいですね、はい、じゃ続いて2個目開けていきたいと思います、よいしょ、あ、そう、知らずに買ってた、そうなの、あの普通に見た目形だけは可愛いなと思って買ってた、それのハータンバージョンだったらセリフ何なんだろう、何だと思う、ニコニコ菩薩、ニコニコ菩薩かな、次何だと思いますか、鎧さんかな、今日まだ出てないキャラクターといえばね、もう栗まんじゅう、ももんがあたりはちょっと、ももんがはねもう今日あの一回あのウォッチで出会ってるんだけどね、え、ちょっと鎧さん来てほしい感じもしますよね、つける場所、いやいやいや、ここに決まってるじゃないですか、ここに決まってるじゃないですか、ネイルはどんどん剥げていっちゃう。まあ、ラメのやつだから目立たないのでね、まあいいでしょう、時間のためなら、よし、見ないための対策がこの形になってきたのでね、いきますよ、せーの、はっ、あ、待って待って待って、一番欲しいやつ出た、一番欲しかったやつが出た、ちょっと待って、これは嬉しいかもしれない、だいぶ待って待って待って、これさ、何入れても嬉しいのはさ、もちろん前提としてあるんですよ、ちいかわランダムキャラクター全部可愛いからね、あるんだけど、これエピソードも含めてもう大好きなのがあって、多分ちいかわ、まあ1巻か2巻読めば出てくると思うんだけど、2巻かな、そうエピソードがあるんですよね、これね、事情ある事情でね、ちいかわちゃん、うん、もじってもじってしながらね持ってくるんですよ、このこのクッキーを持ってくるんですよ、ちいかわちゃんが。ダメだ、もう泣いちゃうよ、これはダメだね、もう、うん、もう
これはダメかもしれない。感情移入というやつですね。そう、やばいね。これは嬉しいね。はほ、あ、つかない。いやもうこのねストーリーがおめでとうとしか言えない何も知らんのですけど、あ、もうちいかわのじゃあアニメか漫画をぜひどっちか見てみてください。またつけてるし、今度セルコイン出てね。え、今度さツインテールやりたいなって思うんだよね、公園で。で、でも今さお下げやったらお下げもいいんじゃないかって思い始めた。最近さキポンが高めチュインやっててめちゃめちゃ可愛かったね、それがちょっと前からねさキポン呼びなんだ。チーム員になって仲良くなった先輩です。ちょっと用しちゃうんですけど、え、バスケでつけられない髪型につけるのが間違ってるって意見はちょっと受け付けないです。ちょっとじゃあちょっとうさぎちゃんにも待っててもらおうかな。うさぎちゃんもちょっと一旦ごめんね一旦ごめんな。うさぎ、うさぎちゃん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 。でもさ高めツインちょっとやりたいんだけど、今度の A 公演はさ帽子かぶるから途中で帽子かぶるから髪型のちょっと制限があって高めツインだと多分かぶれないんだよね。だからちょっと違う髪型になると思います。何がいいかな、公演の髪型。なんか何がいいと思う、何がいいですか。これはこんなラインナップ。ああ、そうだ、やりたい髪型だったの。次の公演これにしよっかな。そう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 。やりたい髪型あるのよ。やりたい髪型あります。最近 SNS 見て、SNS 見てて、これはやらなきゃと。で、首のやつ何ですか？ちいかわです。一応ヘアバンドです。首に巻いてるけど。もうね、ちょっとやりたい髪型あるので次でやろうと思います。待っててね。じゃあ、あと残り2個になりました。この子たちを開封していきたいと思います。していきます。何が出てくるかな？ねえ、鎧さんも来るかな？てか、かぶりをちょっとまだ考えてないけど、かぶると思います？そろそろ結構運のいい感じの引き方をしてきてるので、ここまで、まあ、かぶりが悪いっていうわけでもないんですけどね、まあ、たくさんのキャラに巡り合えたらそれはそれでまあ嬉しいじゃないですか。より多くのキャラが来たら。そろそろかぶりそう、かぶりそう。ツイン鎧さん、どういうこと？2個鎧さんが出るって意味か、私が鎧さんになってツインテールをするって意味かどっちも深いようで浅いようで深いな。これは被らない？どう思う？鎧さん来るかな？ワクワクドキドキ。まず上のこれ一枚ね剥がして、あ、うまく剥がせなかった。いくよ、うん、いきます。せーの、はっ、え、これってさ、これってさ絶対あれじゃん
ナチュラルハチュアルちゃんやっちゃった。これってさ、これってさ、絶対あれじゃんね、この商品の目玉の目玉商品なんていうの当たりでもね、いわゆる多分そのなんだろう、メーカーが用意した一番大当たり的なポジションのやつだよね。ちなみに今私がしれっとナチュラルハチワレちゃんやったのは、ハチワレちゃん最初の方、ちいかわ始まった最初の方で、なんかこれってさ絶対あれじゃんっていうセリフがあるの、それをめちゃめちゃそのまま言っちゃってびっくりした。ね、2体入れてきてくれるんだよ。ちょっとセリフちょっと間に挟まないでほしいなあ、見て、ちょっといい感じに並んでほしい。ほら、あそっぽ向いちゃう、うん、2体が「やー」って言ってさ、一緒にね、一緒に「やー」ってね、お揃いのさすまた買って「やー」ってやってるんだよ。めちゃめちゃ可愛いじゃん。こんなんさ絶対あれじゃん、泣かせに来てるじゃんね。いやーって、いや可愛すぎる、これ何回引いてもそれ出なかったから、もう頑張ってください、これは出してください絶対にいやー、きんに君じゃないよ、いやー、もう嬉しい、どんどん集まってくるちいかわ族がもう嬉しい嬉しい嬉しい、さすまたフェチにはたまいるんだ、そんな人が。さすまたでこう抑えられるのが好きなの、さすまたを持つのが好きっていうか、それでこう討伐するのが好きなの。何色のさすまたが好きなの。残り1個が来ました、残り1個が来ました。何が出るんだろう、ゆるいさん、何かな、気になるね。もう箱でも同じ箱に入ってるやつから取ってきたから、違うとこからこう取ってくよりはもしかしたらかぶりの可能性は少ないかもしれないし、もうそれもなく、そもそもね、いろんな人が手に取って戻しててシャッフルされちゃってるかもしれないし。ラス1、最近の学校にはさすまた常備されて、そうなんですよね、不審者が来た時用にあるんですよ、たまにレッスンじゃない訓練あるんだよね、レッスンでもあるけど、いけますよラス1。ちょっとなんか開け方下手だったな、開け方が相当下手だって、不器用な感じになっちゃった。いきます、肌にさすまたで抑えられたり、ちょっと、もう今開け落としてるとこで怖い子めちゃんじゃった。いきますよ、せーの、はっうさぎさんかぶりだ、合唱ってことでしょこれは。待って。この視覚的にとてもうるさいうさぎさんがダブルでいるってことでしょ。これはうさぎさんの被りは音量でだいぶ打ち勝ちますね。火力がすごいと思うよ、このさっきの2体と戦いすると同じことも、私もこれここバーサス、あここバーサスここだったら絶対こっち勝つもんねここバーサスここは絶対こっちが勝つのよどんだけさすまた固かろうと痛かろうと、うわーでやり返すからねこれ
ま、今日はウサギが勝ちっていうことでした。対戦ありがとうございました。今日の戦利品紹介に移りたいと思います。よしよいしょ。じゃあまずね、こちらヘアバンド、顔を洗う時にでも使おうかな、前髪上げるのに。はいこちらね、ございあります。ちょっと私がガチャガチャやってきた、え、なんか星た、ね、ナイアガラの滝ですかこれは。ウォッチウォッチ、ちいかわウォッチがね、頑張れダンボールウォッチ。この子たち3体当たりました。当たり引きました。これやったね。これのね、ハチャレチャも可愛いし、シーサさんも可愛いからね、ちょっといつか揃えたいとこでございます。頑張りますこれのね、かぶりが出るのは今日きついもんね。これちょっとかぶったんですよね、すでに1個姉にね、渡すあれのが来てますということで、この子たちでした。え、ちょっとみんなに今からさ、プロポーズしていい？いけますよ。私と一緒にちいかわを見てください。ちいかわプロポーズでした。あ、一緒に時を刻みましょうとかだったらこう成り立つんじゃないでしょうか。一緒に時を刻みましょうで、これ出てくるのどう？これ受け取って飾って、一緒にね、あの楽しい時間を、まあ、公園とかですかね過ごしていけたらいいと思います。ドキドキした？みんなドキドキしたの？みんなドキドキしました？ノー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 。これも見せた方がいいね、これどうせなら。これね、ドボンの時間合わせに使おう。確かに使えるね、先の時計。これ可愛いでしょ。ちいかわ悪魔、天使悪魔のやつの、あの子デビル、あの子とウサギモモンがフリマンジュがいいやーやだやだをやってるやつですノーって言われたのでノーって思っときますね。そしてちょっと片付けつつね、片付けつつゲロが散らばっているので、よし、ゴミはまとまりました。じゃあそしたらね、私がちょっとなんか時間しか時間しか引かなかった、あのソフビーフィギュアです。知ったっけ、こちらソフビーパペットマスコットでした。この感じなんかちいかわしか出なかったんだよな、ちいかわしか出なかったんだよな。うん、まあ、一押しなので喜びたいと思います。いや可愛いね、ちいかわが増えていく、イエイ。っていう顔のちいかわとっていう顔のちいかわですね。やっほーやっほー。あ、ちいかわ回転、ちいかわトルネード、ちいかわ回転は。全員正面向いたら勝ちみたいな、なんかやりたくない？いい感じに向いてくれました。ちいかわのパペットマペットを使って、勝手にさ、パペットフィギュア使って勝手にゲーム生み出しちゃった、ルーレットみたいな。
してね、4種から出たちいはちうさぎくりまんじゅうから出たハチワレちゃんです。ハチワレちゃんは私の大切な大切なちいかわちゃんを守ってくれるお友達なので大好きです。好きな人のなんか推しが好きなものが、推しの好きなものって好きになりがちじゃないですか。皆さんあるでしょう。だから私はちいかわちゃんがハチワレちゃん好きだから私もハチワレちゃん好きなの。可愛いもんね、可愛いもんね。一番優しいんだよこの子。料理上手だし、料理上手だし、料理上手だし、大好きな大好きな大好きなねハチワレちゃんでした。これからもよろしくな。ということでね、最後に引いたこの子たち、ちょっと ちっちゃめなんだけど、この子たち、じゃじゃじゃ、そう、まずうさぎちゃんから出ましたね。うさぎちゃん2個出ちゃったんですよ。声量がすごそうな感じの構成になっております。うららーってこのセリフ付きの、どんだけラとアが入ってるんだろうと思うよね。このうさぎちゃんと2体、ちょっと向きが、うさぎちゃん2体、ガシャ、うさぎちゃんの顔なんかさ、やりたいよね。なんかさってよくハチワレが言うんだよね。口癖が映っちゃう、こうだよね多分。うらららーだよね。せーの、あ、みんなもやろう。せーの、うらららららら、巻き舌なのかなこれ。うる練習しておきます。あ、ごめん、ちょっとひき肉レースの練習がいつまでたってもできないや。うさぎちゃんでした。そしてかわいいね、かわいいね、この顔見て、みんな見て、これこの顔です、この顔。この口だよね、この口なんだよね。顔真似頑張ってる。こっちかな、いやでもこれ悲しいわけじゃないんだよねこの時。多分こんな感じだと思います。で後ろにね抱えてます。このデザインがポイント、もう本当に可愛い。クッキー持ってます。このちかわちゃんでした。この思いやりがとても溢れてるんですこのエピソードには。ぜひちかわ読んでみてみてください。そしてこれね、一番大当たりな気もしますね。友情ですよ。お揃いのさすまた買っていやーって、皆さんもね、討伐されないように気をつけてください。この8割の顔見て、これだいぶ本気ですよ。ちいかちゃんちょっと引いてるもん多分これ。8割ちゃんの8割ちゃんの本気度にちょっと押されてるもんねこれ。ちいかちゃんなんかさ、8割の方がインク濃くない、顔の、もうなんかなんかさ、顔のインク濃くない、気合い入りすぎて、あの8割ちゃんの可愛い友情でしたねこちらが。ということで時間配布終わり。ちょっとだけ話そうかな、あとは開封がバッチリだったってことで。なんでしょう、話題といえばなんでしょう、本物のさすまたのプレゼント来たらすでかいやつ、でかいやつ、ちょっと劇場にこれ常備しといてくださいって言うかもしれないです。もう一回8割分けやってください。あ、ちょっとダメです、8割ってちいかのお兄ちゃんポジションで、なあー、なんかね、わかる、言わんとするとわかる、連動
愛いよね、めちゃくちゃ。ハチオレちゃんってお酒を持ってきてさすまたっていう気がします。ごめんなさい、さすまた責任取ってえ、今年って残り3ヶ月なの？4ヶ月あるじゃん。まだ4ヶ月、そういえば9月入りましたね。9月入りました。まだ暑いけどね、十分に暑い。の僕対公演あたってはもう登録出てるのか。そっか、もう4日後ぐらい。やってくれるハートに優しい、よかった。ひき肉レースの練習、あ、確かにひき肉レース、ちょっとさ一回聞いて、聞いていい？近づいてきた。ひき肉です。これじゃない？これじゃないですか？ひき肉です。ひき肉です。似てた？上がった？完成度。上がってきた？もう一人できるんですよ。ボンジュール。イソギンチャクです。これ似てるでしょ、イソギンチャクさん似てるでしょ。これこう手の動きもいいんだよね。ボンジュールの、え、上手くなったよね、やっぱり。じゃこれに似てひき肉学習し終わったということで、よろしくお願いいたします。もう彼らと同い年ぐらいに見える。若返ったってことでポジティブに捉えておきたいと思いますでそろそろね終わりましょうかね。また次はでも公演が4日とか6日とかありますので、そのあたりの感想をメモに、間違えた、作文用紙8枚分よろしくお願いいたします。はい、8枚ね、7枚半以上ってことですよ400字詰めの作文用紙、7枚半以上です。あ、最後の1行までって言った方がいいかな。なんかあるじゃん、よく規定が減点じゃなくてもさ、こうなんか5枚とか決まったら4枚半以上書くとか、あと評価良くするために4枚目じゃ5枚目の最後の行まで書くみたいな、最後のマスまでなんとか字数を当点めちゃくちゃ入れてさらに、そしてしかも、しかしながらみたいな、頑張って接続詞みたいな入れて丸で最後のマス埋めるみたいなことをするんだよね。めっちゃ段落変えるみたいな。あ、そうだそうだそうだ、作文じゃないけど提出物みたいな感じのコメントでも言ってくれたけど、絵日記がね、今夏休みの絵日記、メンバーの絵日記が劇場に飾られてますので見てください私小学校の頃によくこういう行事イベントみたいなのあると、こういうのなんかよく書かされたなって思いながら書きました。ちなみにちょっと失敗して2枚目でできたので提出しました。ぜひ見に行ってくださいお願いいたします。ランキング読みたいと思います。あ、スクショしてからにしましょうね。スクショは十分したかな、8割スクショしたかな。
今日の一番お気に入りのちいかわちゃんとスクショして終わりたいと思います。この子ですね。このね、表情がなんともたまらないちいかわちゃんと、出ましたか？ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。今日はありがとうございます。ちいかわ興味ないって方もなんか耐えて見てくれてたらごめんなさい。ぜひぜひちいかわ見ることはおすすめいたします。はい。ってことでランキング見ます。13位レイレイさん、12位ゆうたんたん、あとはとんうん、ハタンさん、11位ツバリンさん、10位としひれさん、9位コータさん、8位くま太郎さん、7位ヘスターさん、6位はやりんごさん、5位ひこうりん、ぶりこになれないおずちゃん、あとちょっと不安定きつい大丈夫かさん、4位石川さん、3位すずやさん、2位ひろひろさん、そして1位ハタンが大好きなまさむるたん、あとニコニコバサツエメラルドさん、ありがとうございます。ということで、ちいかわ勉強、もう勉強というより多分ね、沼にはまって趣味になるのでぜひお願いします。見てみてください。あ、そうだ、ハッピーセットもぜひおすすめです。今ちいかわのね、サンリオのおもちゃついてきたので、ちいかわのシールと別に。じゃあバイバーイ。またねー。ありがとう見てくれて。バイバーイ。